皆さんこんにちは。コーヒー&クラフトのルシアティエンです。今日はですね、こういった小銭入れみたいなケースを作るときに必須となる街、こういう街の部分ですね。街のパーツをレザークラフトCADを使って、圧倒的に早く、作る。そんなテクニックをですね、ご紹介したいと思います。こんな感じでですね、仕切りのない街だったりとか、仕切りの1個ある町、仕切りがいくつあってもいいんですけど、の設計もかなり簡単にあっという間にできます。で、こういうね、町を広げた時に、カクッとなるのが嫌だって方は、こんな感じでですね、町の上の部分を丸くするやり方というのもご紹介したいと思います。町って皆さんどういうやり方で設計されてますかね？多分いろんなやり方あると思いますし、僕がこれから紹介するやり方が、必ずしもベストとは限らないとは思うんですけれども、僕はこんな風にやってますよという感じで、紹介させていただきます。今回例題として使うのがですね、縦が60ミリ、横が90ミリぐらいの入れ物を想定してるんですけれども、これはどんなサイズでも構わないと思います。要はですね、どれぐらいの、上側をどれぐらいの町にしたいのか、下側の長さどれぐらいにしたいのかっていうのを、決めていただければ、あとは同じやり方でできます。で、せっかくレザークラCADを使うということで、最初にですね、ステッチライン書いて、ステッチまでしちゃった方が、後々、楽というか、便利というか、このCADの性能をですね、100% 生かすことができますので、これからご紹介する手順でやっていただければと思います。じゃあですね、これ消しちゃいましょうね。一旦消しちゃいますと。で、これも消しちゃいましょうか。ちょっとサイズは残しておきたいんで、サイズこれね、ここダブルクリックすると、表示オンオフできますんで。はい。で、ちなみに、これレザークラフトCADのバージョン 1.3.7 を使ってデモをしています。もしこれよりもですね、古いバージョン使われている方は、もしかすると機能が若干違うかもしれないので、1.3.7、今最新版これなんですけれども、これにアップデートすると良いかと思います。それから今ですね、ユーザーインターフェースがこれ、英語になってますけれども、ちょっと翻訳の関係で英語でやらせていただきますけれども、皆さん多分日本語の、インターフェース使ってると思いますので、ボタンの名前の違いとかはですね、口頭でお伝えしたいと思います。はい、それでは、寸法線をまず消して、で、ここですね、ここをちょっと消しちゃいましょうか、一遍。はい。ここも消えちゃった。これコピペします。コピペと。はい。じゃあこういうですね、入れ物の外枠があったとして、上が、町の長さそのものは25ミリぐらい。だから開いたら5センチぐらいですかね。で、一応3ミリのステッチラインを、ここに設けたいので、3ミリ足すことになりますね。で下側は、10ミリということで、下側開いたら2センチぐらいの、大きさになります。ということで、まずですね、ステッチライン作っていきましょうか。オフセットですね。オフセットボタンを押して、それから、僕の場合はいつもこのステッチラインは、この4番を使ってるんで、4番を選びますと。オフセットの長さ、3ミリですね。ここからの長さが3ミリということで、ここの辺を選んでクリックすると、ステッチライン書くことできましたと。で、ステッチしちゃいましょうかね。僕の場合は、ここから、下から3ミリ、上から3ミリのところの余白を残して、その間をステッチするというやり方をしますので、このマーキングというやつですね、英語だと。日本語だとなんだっけ。距離目印ボタン。はい。距離目印ボタンを押していただいて、英語に戻します。ここから3ミリのところですね。はい。ここが3ミリになります。で、上からも3ミリのところで、この間をステッチ埋めていきます。ステッチですね。はい。目打ち、ボタンを押してください。それから自分の好きなですね。これ今、ひしめの4ミリ選ばれてますけれども、自分で使う、目打ちを選んでいただいて、僕の場合はですね、もう、ひし切りとかで穴開けちゃうんで、オートピッチで、だいたい4ミリぐらいになるように、埋めちゃいます。こんな感じですね。実態としてはこれ、3.854mm ぐらいで、ちょうどよくなるんで、そのようにオートピッチで埋めてくれてるんですけれども、固定ピッチでやりたいという方は、ここを固定ピッチを選んで、ここのですね、縦の高さは、適宜変更するというやり方でやってください。
その辺の詳しいやり方はですね、目打ちのチュートリアルとかありますので、そちらを参考にしてください。はい、じゃあここで準備できましたんで、早速ですね、じゃあここ28ミリのラインを書いていきましょうか。直線を選びます。直線選んで、ちょっと色変えますね。この色、一番の色で作りましょう。町は。はい、町は一番の色で作ります。で、こっからですね、28ミリを引きたいので、ここをですね、せっかくこれ機能あるんで、28ミリ。はい。で、シフトを押すと、横か縦か、水平か垂直かどっちか、選べますんで、まあ、水平にしたいんで、シフトを押しながらここですね。で、28ミリを線引きます。下も同様に、これ10ミリ、プラス3ミリで13ミリですね。ここ13ミリの線を引きます。はい。13ミリからシフトを押して、ここですね。はい。これで上と下が決定したんで、この、あとはここですね。ここのヘリのところも、埋めてあげます。今度は、サイズは、ここチェック外して、自由サイズにして、ここまで引きますと。これで、町の外側はできましたと。で、中これ、ま、折れてるというか、折りたたんでる状態なんで、ここ谷折りなんですよね、ここね。なので、谷折りマークにしましょう。こっからここまでを、ま、この7番あたりですかね。にすると、はい、まあ、こんな感じで、町の、まあ、真横から見たものができましたと。で、これをですね、コピペします。寸法線がですね、ちょっと邪魔なので、寸法線一遍消しますと。で、これですね、ここの町の部分だけちょっとコピーしたいんで、選択モードにして、マウスでここを選んで、選択されますんで、これでコピーして、で、ペーストしてください。貼り付けしてください。どこでもいいですが、ちょっと余裕があるところがいいですかね。まあ、この辺でいいです。はい。これで今ペーストできたんですけれども、で、これどういう状態かっていうと、ここを谷折りにして折り曲げたいんですよね、こうね。で、それをするためにすごく便利な機能があって、右クリックして、この回転と、拡大縮小、ちょっと日本語に戻しましょうか。ここで右クリックして、ここですね、選択中の図形の回転拡大縮小ってあるんですけれども、これです。指定した辺が垂直になるように回転、というのを選びます。ちょっと英語に戻します。で、これですね、拡大縮小、回転と拡大縮小のメニューで、選択した辺が、直線になるように、回転というところでこれを選ぶと、ここの直線を、まあ、縦軸としてまっすぐになるように回転してくれます。で、あとは、これをですね、コピー、このままコピーしてペーストします。そうするとこんな感じになるので、でこれね、反転したいです、水平方向に。ということで、ここにある、水平方向の反転ボタンありますんで、これを押してください。もしくは、コントロール I とか、Mac だとコマンド I でもいいです。これを押すと、水平方向に反転してくれるんで、ここで、ピタッと合うように貼り付けますと。はい。これでですね、もう、待ち完成です。で、ここちょっと中心線がですね、2つ重なっちゃってるんで、1個消しちゃいます。はい。もうあっという間ですね、これ。今喋りながらやったんで、まあそれなりに時間かかってますけど、もうこれ、ふんふんふんって、喋らずにやったら、ほんとあっという間にできますね。で、これで完成なんですけれども、街、今これ、仕切りがない街なので、仕切り1個欲しいですっていう時はどうすればいいかというと、これも簡単で、これをですね、選択しますと。同じように、こいつですね。ちょっと場所がないからこっちにしようか。こっち、これをまっすぐにしてあげます。垂直にしてあげます。選択して、さっきの回転のメニューで、垂直にするってやつですね。はい。選択した辺を垂直にするというのを選びます。そうすると、これが、垂直になりますんで、これをですね、またコピー、全体的にコピーしてあげて、ペーストすると。今こんな状態なんで、これをさらに、左右反転というか水平方向に反転してあげます。このボタンですね。はい。そして、これをくっつけてあげれば、はい。これでもうですね、仕切りが真ん中にある街
ができました。これはまたちょっとダブってるんで、もう一個、一つ削除しますけど、はい。な感じでですね、あっという間ですね。これちょっと変えましょうか。この色に変えちゃいましょうか。はい。ここが山折りで、ここが谷折りですね。ということで、本当もうあっという間に、町を作ることができます。で、もし仕切りを2つつけたい場合は、同じことをですね、今度ですね、全体選択して、この辺をまっすぐにというか垂直にして、上げて、もう一回同じことを繰り返せば、マッチもう一個追加できます。もう永遠に追加できますね。まあ、永遠って言っても限度はありますけど、こんな感じであっという間にできます。はい。じゃあ次にですね、ここのカクカクじゃなくて、開いた時にちょっとカーブするようなマッチにしたいと。いうときはどうすればいいかというと、もう一回作りましょうか、これ。選択しますと。で、コピー、ペースト。まあ、ここにですね、はい、コピペしました。これもしかしたら裏にもう一個あるかな。あ、いた。これちょっと邪魔なんで消しちゃいましょうか。はい。もう一回戻しましょう。はい。で、同じことをします。全体を選択して、ここの辺を垂直にしたい。これを垂直に、するので、これかな。はい。これ選びます。で、コピペですね。コピペできます。で、反転ですね。水平方向の反転は、このボタン使ってもいいですし、ホットキー、ショートカットキーだと、コマンド I、Mac だとコマンド I、Windows だとコントロール I ですね。すると、まあ、左右反転できるんで、こんな感じですね。ピタッと貼ります。はい、これで、待ちできました。ここ真ん中ダブってんで、1個消します。で、ここ丸くしたいんですよね、ここね。で、こう丸くしちゃうと、これ、円弧使うんですけど、こっからここ、3点にしましょうか。こっから、ここ超えちゃうと、この線を超えちゃうとですね、ここ超えちゃうんですね。ここにビーッと、こう、ちょっとわかりにくいんで。ここですね、ここははみ出したくないんで、この線の下に、こういう感じで、円が、こう、できないといけないんですけど、ということは、この下側に来なきゃいけないんですよね。で、どうするかというと、僕はですね、ここをまず直線、選択モードにして、これ選びますと。で、これをですね、ここ掴んで、で、シフトここで押すと、この角度を保ったまんま延長できるんで、こんな感じで、伸ばします。ここを超えるぐらいな感じで。で、同じことをこっちにします。よいしょ。こうですね。で、クロスさせます。で、クロスしたところと、ここの距離をですね、測りますね。これ、半径、円の半径になります。S キー、ここで、マウス、ここで白くなったところでですね、S キーを押すと、定規起動しますんで、ここで、ピトッとやると、半径112ミリ。要するに、半径112ミリの円を書いてあげれば、この、線の下に丸が書かれる、まあ、アーク、円弧が書かれるということになりますので、一辺定規を消して、S キー、もう一回 S キーで消します。112でしたね。はい、112ミリ。ということで、アーク、円弧を選んで、ここのですね、半径を112ミリにセットします。で、こっから、ここまでですね、あ、ここ選ばないと。これですね。最初のモードを選んで、112ミリ。の R を持った円弧を書いてあげます。はい。これで、まあ、パカッと開いたときに丸くなるような、マチができますよ、ということになります。で、もうこれ、ここの直線はもういらないんで、これですね。これは消してあげます。デリート。これも選んでデリート。で、ここちょっとヒゲ出てるんで、ここはトリミングしてあげます。トリミング機能を使って、トリミングと。はい。で、下の方ももういらないんで、これですね。ここももうトリミングしちゃいましょう。トリミング、トリミング。トリミング、トリミングと。あ、全部消えてしまった。これ、ちょっとバグ臭いですね。ちょっと線引きましょう。見なかったことに。いや、見なかったことをしちゃいけない。後で直しますけれども。はい、こんな感じで。はい、これで待ち完成です。で、同じように、これ、今、
仕切りがない町ですけれども、仕切り1個作りたいってことであれば、選択、全部選択しますと。で、こっちでもどっちでもいいんですけど、じゃあこっちにしましょうか。こっち右クリックして、回転と、拡大縮小のメニューから、選択した辺を垂直にするというのを選びます。はい。で、ここの状態でコピーして、ペーストして、反転、水平方向に反転ですね。はい。で、こうピトッとくっつければ出来上がりということになります。で、ここの線ダブってるんで、ここ一個消します。はい、以上でですね、上がカーブした、仕切り1個ついたマチができましたよという話になります。で、これね、最初に目打ちしたやつをそのままコピーペして持ってきてるんで、全部このマチがですね、もう本体と、本体の縫い穴と、ちゃんとパーフェクトに、マッチしてる、一致してるマチが自動的に作られます。というところが、このレザークラフトCADを使って、マチを作る、メリットの一つかなと思います。はい。で、まあ、これ、例えばこいつで、今、仕切り一つですけれども、仕切りもう一個作りたいという場合は、ですね、選びますと。で、この辺をですね、基準に回転してあげますと。ここを垂直にすると。はい、こうですね。で、ここを、これはどうしようかな。どうするのが簡単なんだろう。これで一遍コピペしましょうか。なんかね、この辺余計なのも選択されてるんですけど、ちょっと後で消しましょう、ここは。まず、コピーして、ペーストします。で、フリップ、これですね、水平方向に反転をやります。で、ここにくっつけてあげると。はい、こんな感じでですね、できました。これで、仕切りがですね、2つある。マチの出来上がりとなります。ここが、動けそうか。ここが、山折りですね。谷折り、谷折り、だから山が2つある。ここに仕切りが来るって感じですもんね。はい。で、ここの色はこの人に変えてあげて、この、目打ち軍団がいらないんですよね、これね。これどう消すかな。直線が乗ってればね。あ、直線の乗せていいのか。これちょっとバラバラしちゃってるんで、一辺、こっから、ここまで線を引いて、で、右クリックで、ここの上に乗ってるステッチ、目打ち穴を消すっていう機能がありますんで、それで消します。1個残っちゃってるな。残っちゃってるやつは手動で消しちゃいましょう。セレクトモードにして選んで消すと。これもいらないので消す。これちょっと色変えてあげたいので、よいしょ。あれ？どうしてここ二重になってる？あ、なんか二重になってましたね、これ。はい。これ消しましょう。ひょっとすると、ちょっとどっかでコピペで消し忘れがあったかもしれないで、二重になってる線があるかもしれないんですけども。とりあえずですね、仕切りが2つある街もこんな風に簡単にできるようになります。はい。ここで寸法線書いてありますけど、この長さが、ここの60ミリにちゃんとなってるはずです。一応書いてみましょうか。寸法線引いてみます。こっからここまで、そうですね、60ミリになってます。こっからここは28ミリになってるのかな、これは。一応チェックしてみましょうか。こっからここが28ミリですね。はい。というわけで、寸法通りの街がちゃんと作れていますという感じになります。どんな感じですかね。俺がやってるのはもっと簡単だぞ、私がやってるのはもっとすごいぞみたいなやり方があったらですね、ぜひぜひ、ぜひぜひ Twitter なりですね、この YouTube のコメントでもいいんですけれども、教えていただければ、ありがたいと思います。もっといい方法があったらですね、じゃんじゃん、紹介していきたいと思いますので、よろしくお願いします。
はい。というわけでですね、今回の動画は以上となります。いかがだったでしょうか。これから先もですね、こんな風に、役立つと思われる動画をですね、公開していきたいと思いますので、ぜひぜひ、まだチャンネル登録されてない方はですね、ぜひぜひチャンネル登録の方をお願いいたします。はい。それではですね、今回も、最後までご視聴ありがとうございました。それでは次の動画でまたお会いしましょう。さよなら。